皆さんこんにちは。平成30年4月号の WebTV アソプラスです。今回はいつもの撮影場所を飛び出して、4月8日日曜日に、ここ門前町商店街で行われているお座敷商店街にお邪魔しています。このイベントはこのように通りを歩行者天国にして畳を引いて、そこで自由にお花見をしてもらおうという、この商店街恒例の春のイベントです。実は熊本地震、直前の平成28年4月3日にも、この通りにお邪魔して WebTV アソプラスを撮影しました。熊本地震から間もなく、2年が過ぎようとしていますが、その後この商店街がどんな風に復興を遂げてきたのか、また今日のイベントのにぎわいも含めてご紹介していきたいと思います。もうちょっとね葉桜になっているんですが、それでも皆さんお花見を楽しんでいらっしゃいます。あ、ちょうどね乾杯がありますね。皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっとお話伺ってもよろしいですか？はい、このグループはどんなグループですか？どなたにお話聞いたらいいでしょう？はい、どんなグループですか？代表です、宮崎。あら、どこかで見たことのある。あ、こんにちは。こんにちは。はい、お待たせしております。フレッシュマンです。はい、2月号のねフレッシュマンに登場していただいた、肥後銀行宮地支店の宮崎さんではございませんか？ということは職場の皆さんですね。こうやって参加されるのは初めてですか？僕は初めてです。あ、そうなんですね。はい、去年は参加できなかったんで、今年初めて参加しました。今日も何時から？今日は11時から頑張ってます。ありがとうございました。最高、長い座敷商店街、最高。商店街を、企画されています阿蘇門前町商店街振興協会会長の宮本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、お世話になります。以前は、この皆さんたちのグループというのは中町通り繁栄会だったんですが、はい、それが地震の後に法人化して、はい、今の阿蘇門前町商店街振興協会になったそうですが、これはどういった経緯でこういう風になったんですか？やっぱりそれまでは任意の団体であってね、やっぱり法人格を持っていくと、そういったことで、地元の市であったり県であったり国であったり、そういったところのいろんなメニューがある助成金なんかにもね、自分たち直接そういった企画計画もできる、そしてまたこういった実行もやる中において、やっぱり年賀流だけじゃなく内実ともに、もうそういった感じに実力を少しずつつけていきたいというような、やっぱり若い者からの提案でね。若い者が言うのにはね逆らえません。通りの様子も随分様変わりしましたよね。はいはいはい、新しい建物が建ったり、また水の駅もできたりとか。まあ、地震当時阿蘇神社がまあ一番我々の犠牲となってもらって、楼門とか拝殿が傷んだわけですけどですね、このままじゃもうされてしまいませんかというような危機感があったわけですね。そういったことからはもう若い者たちが逆に奮起して、地域において、ここは何をせないかんかって言ったら、僕らがせないかんことをね、
やっぱりその一生懸命やっぱりその2年後3年後に向かって、トンネルが開通するときに向かって、その後57号線包囲線がまた開通するときに向かって、完全にあのお客さんに来ていただいても大丈夫よって、もうみんな頑張ってあの前よりも帰ってようなった場合って言われるようなね、商店街作りを僕らはあの心がけてやっていかないかんと、ここで若い者も一丸となってメンバーがねやっております。振興協会理事でいらっしゃいます、はい、岩永さんにもお話を聞きます、はい、よろしくお願いします。はい、後ろにあるのは、はい、実は岩永さんをモデルにした吉行くん、はい、そうです、はい、あの熊本地震以降こちらの商店街の皆さんは、はい、この商品開発にも力を入れていると伺ったんですが、これもその一つ。そうですね、うん、うちもそうです、あの地震後にこれはできた商品で、うん、やっぱりこういろんな経験をですね、地震を通してさせてもらって、うん、まあ今までのまんまじゃダメだなっていうところを再認識させてもらって、うんうんうん、でそこから、まあ、うちの場合はオリジナル商品が欲しいっていうのと、あとはやっぱこう地震の後に皆さんこう笑うことっていうのがちょっと少なくなってきたかなっていう思いもあって、これを見てなんかクスッでもいいんで、なんかププッ、うわ何これみたいな、ちょっと笑顔になってくれたら嬉しいなって思ってですね、で作りました。あのいろんな店舗さんのオリジナル商品があると思うんですが、その中でもあのベジッコという、はいはい、商品がちょっと話題になっていますが、はいはい、これはどういった商品なんですか。こちらですね、キリンさん と、うん、日本財団さんのご支援をいただいて、うんうん、新しい商品開発を商店街としてやっていこうと、うん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 、で、その中でやっぱりこう一つキーワードがあった方がいいというところで、うん、あその美味しいトマト、はい、でもその規格外として廃棄されてるのが結構あると、うんうん、その話も聞きまして、うん、じゃあそのトマトをなるべくみんなが加工しやすいような形にしよう、それがその粉末っていうことになって、うんうん、それがベジッコっていうものですね、うんうん、でそのベジッコ粉末を使った新たなその商品開発を各個店の方にお願いして、うんうん、それがその個展の魅力につながっていけばいいなと思ってます、うん、久々にお天気になってよかったですね、うん、ですね、本当天気は最高ですね、ちょっと寒いかなと思ったんですけど、うん、まあ全然正直この雰囲気だったら桜なくてもいけるんじゃないかなって思うぐらい、うん、でもこれでなおかつ桜があったら、うん、それはもうインスタ映え間違いないですね。出ました、出ます、うん、もう本当に。でもあの今回はですね、そのスタッフ、まあ、会議の中でも言ってたんですけど、うん、今までイベントやる側っていうスタンスでやってたんですね、いろんなイベントを、はい、で今回はそのやる側っていうのももちろん大事だけど、自分たちがやっぱ楽しまんとっていうスタンスの話があってですね、なのですいません酔っ払ってますけどあのみんなで楽しもうっていう、だからなかなかこの雰囲気ってここ数年であんまなかったんじゃないかなと思いますね、うん、今回の WebTV アソプラスいかがだったでしょうか。門前町商店街の先にある阿蘇神社にやってきました。阿蘇神社では現在、熊本地震で倒壊した楼門の復旧作業に使われていた建屋の撤去作業が進められていて、その奥には、神殿の姿も見られるようになりました。少しずつしかし着実に阿蘇市の復興は進んでいます。ぜひその様子を皆さんに来ていただいて直に見ていただきたいと思います。では WebTV 阿蘇プラスこの辺で失礼します。さようなら。